宇尾義博より皆様にご挨拶並びにセミナーの趣旨を説明させていただきますよろしくお願いしますえ皆さんこんにちは、えー、ご紹介いただきました委員長の宇尾義博でございます所属は神戸中ロータリーでございます 報酬月間が実は1月にあるとこういうことで昨年もこの時期にセミナーを開催いたしました本年もこの時期に開催をさせていただくということです本当に年末の慌ただしい時にたくさんお越しいただきまして誠にありがとうございます。委委員員会ででですね委員長セミナーーーもいいけどってスケジュールは休憩ののロータリアンが、ね、減るので これをどう防止するるるかをまず考える必要があるんですすすよ、まあ、こんんな話から実はスタートするんですね、えー、でねもあの私のこれからのお話を聞聞ていただいて、えー、あまり面白くないなと思われても先ほど室津ガバナーがお話しされましたように素晴らしい講師の先生があとお二人控えておりますので共にぜひとも最後まで勉強をしていただければとこのように実は考えております。 職業報酬を勉強するにあたりまして、実は資料がなかなかなくて私は困りました。それで本日、皆さんのお手元に、このロータリーの歴史と職業報酬という冊子をお配りいたしております。これは第2650地区のデータをもとにしまして、過失修正を加えさせていただいた資料でございます。これを少しお手元に置いていただきながら、お話を聞いていただきたい。 まあ、趣旨説明が非常に長くなりますがあーお許しをいただきたいなとこのように思っている次第でありますさて本日のテーマはこれからの職業奉仕を考えるクラブの在り方とその役割ということであります職業奉仕についてクラブで一体何ができるんでしょうか具体的なアクションはどうすればいいんでしょうか まあこのようなことを、あるパストガバナーの方にお尋ねいたしますとあ、あ職業奉仕は個人の問題だからな、難しいなと、こういうような答えが返ってきたわけです。あるいは、今までのセミナーで、霊界で切磋琢磨しましょうよ、霊界は人生の道場である、あるいは職業奉仕に行ってきますと言って、霊界を休むのは実は本当の職業奉仕ではないと、このような話も聞いております。 この言葉の意味するところは一体どのようなもんなんでしょうか。これからの職業報酬を考えると、会員の身分がどんどん変わってきました。行動規範が変わりました。これからのロータリーはさてどこへ行くのでしょうか。そして職業報酬はどこへ行くのでしょうかと。まあ、実はこのような疑問を感じたわけであります。そしてクラブでどのような活動ができるかというようなことを知りたいということで、実は 今今日おお越ししししのの年度の職業方針にお願いいををままててアンケートを取らせたただきましたこのアンケートを取りまして、皆様のお手元にすでにメールでは配信をさせていただいております。本日は2009年に同様のアンケート調査がございましたので、これとの比較を少ししてみたいなということでございます。年齢が65歳以上が増えました。ロータリーの高齢化であります。 次に16年以上の老体歴の方も増えていらっしゃいます。職業報酬は難しいですか難しいという方が実は増えてるんですね。ところが、難しくないですよという方は大体4分の1いらっしゃる。これはあまり変わっておりません。老体の目的を理解しておりますでしょうかこのことに関しては64%の方が理解していると。と まあ残りの方はあまりよくわからんと、こういうようなことでございます。決議23の34、こんな初めて聞いたという方もいらっしゃいます。でこれを理解していますか約3分の1の方が現在理解をしておられる、こういうことです。さあ、皆さんは職場や業界でロータリーとして職業倫理を解いていらっしゃいますかこれは4割近いリスで解いていらっしゃると。 高い地位をお持ちだということが少し分かってまいる次第であります職業奉仕セミナーで希望することこれは職業報酬の実践と職業奉仕とはこのことが知りたいこれがセミナーに対する皆さんのご要望でございますこのアンケート調査をいたしましたときに各クラブで活動しているその中で56%のクラブは職場訪問をしておりますし宅話を聞いているのが約30% それ以外のことをやっておられる会社、あのクラブが8%ございます。この8%のクラブに、私どもの委員会がヒアリングをして、面白いところに発表していただこうと、これが後ほどのごクラブでございます。さあ、それでは、ロータリーはこれからどこ行くんでしょうかと、クラブはどうすればいいのか、このことを、ロータリーの歴史を少し皆さんと振り返りながら考えていきたいと思います。すでにご存知のように、1900年代にロータリークラブはできたわけです。 当時のシカゴは西部への交通の用路でもございました。そして、法さを犯さなければ金儲けをし,けをした者が成功者だと。商売の原則は実は買い手の自己責任だと。こういうような世界だったというふうに聞いております。1905年にシカゴにロータリークラブがで,できます。ポール・ハリスは日本に来られたときに、私は寂しかったからロータリークラブを作ったんだと。 このようにおおっっしゃっておられます3人の仲間と1業種1人そして素晴らしい会員を集めて信頼できる話ができる友を求めてロータリークラブが発足をしたんですさあ仲間が集まりますとお互いに商売をしようじゃないかと、まあ、こんなことになりましてロータリーは職業上の利益の促進が目的に加わりましたこれが皆さんよくご存知の物質的な相互扶助と呼ばれるものです 例えば30人のロータリーのメンバーがおりまして、中に印刷屋が1人いらっしゃいますと、残りのメンバーはすべての印刷はそこの会員に発注する、会員が増えてくると、その印刷屋さんはどんどん大きくなります、同様にロータリークラブに入っている会員さんは会社が大きくなっていく、このようなことでまあ結構なことだなということが続きました。 さあところが、ドナルド・カーターさん、ロータリー入ってくださいよと申し上げたときに、いや、あなたたちみたいな、そんな利口的な、自分たちだけ儲けたらよかろうというような組織には、私は入りたくない、皆さん、もう少し世の中のお役に立つようなことをされたらどうですか、まあ、それはもっともだな、いや、それじゃ入りましょう、ロータリーの目的に社会的な、対外的な、対社会的な奉仕活動が加わったわけであります。シカゴでは公衆便所がなかった。 百貨店に行って居酒屋に行って出ないと用を足せないとこういうようなことを考えまして実はシカゴロータリーでは公衆便所を作ったということでございますこれは単に寄付をするということじゃなくて、えー、自分たちで団体を作り市に働きかけてやったと非常に行動力があったということでございますさあこのように社会的な対外的な社会奉仕を進めるにあたりまして やっている最中に、次は1908年に、皆様よくご存知のシェルドンが入会してまいります。シェルドンは、皆さんのやってる取引の内容、これはね、よくないですよ、仕事、商売はリピーターをいかに得るか、このことが非常に大です、そのためには、人様のことを考えて商売をする必要がありますし、皆様の会社で働く社員の皆様が幸せである。 こういうものでなければならないでしょうさあ皆さんいかがですかロータリーの中ではおそらく議論が巻き起こったのではなかろうかと思いますさあシェルドンは最も奉仕したものが最も多く報われることを理解する1910年に晩餐会でスピーチをいたしております1911年の全米ロータリークラブ連合会の大会宣言の結合にこの言葉が採択されたわけであります そして翌10年に12年には実は定款の中から事業上の利益の促進が消えましたさあ一方社会奉仕は非常に盛んになってくる対外的な奉仕が盛んになってくる自分たちでお金を集めて世のため人のためにいろんなことをやろうじゃないかそして身体障害の養護学校の設立運動が全米に広がったというふうにお聞きいたしております いやいやロータリーはそうじゃないよ、個人が立派になって世の中のために尽くすんじゃないか、いやそうじゃない団体であるんですよ、この議論が巻き起こったそうです。つまり、理念と方法論について衝突が起こりました。そして1923年、公慮に基づく諸活動に関するロータリーの指針が出ました。これでこの議論の終着を、収束を見ようということであります。 この第四項に放出するものは行動しなければならない。このことがまず問われております。次に、ロータリークラブの団体行動を行うには条件をつけましょう。団体行動してもいいですけどもね。だけど、各クラブでは毎年何か一つ、会計年度のうちに終わるようなものをやっていただきたい。しかも、地域社会が本当に望むものであって、クラブ会員が協力できるものをぜひとも考えていただきたい。これが、 団体行行動を行ううとの条件という指針でありますさ,あさらに、この第6項には、第6項の G、ロータリーの社会奉仕活動に関する指針というのが出ておりますが、ここには、ロータリーは団体奉仕よりも個人奉仕をしましょう、クラブでの社会活動は、社会奉仕活動は、会員の奉仕の訓練のためなんですよ、このことを認識していただきたいと、こういうような方針が出たわけであります。 さあ、皆さんよくご存知の第一項であります、長我の奉仕、最もよく奉仕するものが、もっと多く,多く、最も多く報われる、ロータリーは基本的には一つの人生哲学である、ロータリーはこういうものだよということがここで示されました。さあ、1912年に事業上の利益の促進が目的からなくなりました。 そして1915年にはロータリーの道徳律ができました。これはロータリアンが仕事をするにあたっていかに処せばいいかとこういうようなことでございます。皆様のお手元の資料の7ページ、右側のページにこのロータリーの道徳律が載っております。この道徳律の中身を読んでみますと少し宗教的であるとか あるいはアフターサービスは赤字を出しても徹底してやりなさいとこういうようなことも入っておりました諸事情が終わりだったと思います。1980年にはこれが廃止をされております。これを恨いまして、私どもの2680地区では、1987年にロータリー職業訓というものを実は表しております。お手元のページですと、12ページにこれが載っております。 さあ、15年にロータリーの道徳率が出たわけです。じゃあ、具体的にどうすればいいんだろうかなこれを説いたのが、外岸ディカーのロータリー通会でございます。私は読んでおりませんので、ええ、文献だけに書いてあるところをご紹介しますと、例えば一つには、ロータリーの良き親睦がですね、ロータリーのすべてではないということです。そして、親睦というものは、そこから先何をするかということの土台になるという。 例えばこのようなことをよく理解して皆さんやっていきましょうと。これがロータリーのロータリー通会の中にいろいろ書かれている内容でございます。さあ、1987年、職業奉仕に関する声明、こういうものが出てまいりました。皆さんのお手元の資料の13ページをお開きいただきたいんです。この上に声明文がございます。この声明文のトップを読みますと、 職業奉仕とはとは書いてありますあらゆる職業に携わる中で奉仕の理想を生かしていくことをロータリーが育成支援する方法であるロータリーが育てるんだとこういうことが書いてありますそして2014年に修正が加わりましたがこの声明文はまさにロータリーの目的の第2項そのままを引用しておりますさあこの「 職業奉仕の理念に込められているもの、これは経営者も従業員も、そして我々を取り巻くすべての人に平等で対応,対,抗を対応をするようにと、こういうようなことが一つ目、二つ目は皆様が仕事を移して得たさまざまな能力、知識、これを世のため、人のために生かしましょうよと、こういう理念が実は込められているんだということです。さあ、クラブが職業奉仕を教えて育てるんです。 クラブの役割がこの声明文の後半に書いてあります。皆さんは頻繁に職業奉仕を実施しているでしょうか、クラブとして。クラブ自身の行動を職業奉仕に応用する。模範となる実例を示す。クラブ会員は、事故の職業上の手腕を発揮できるようなプログラムを開発しましょうよ。さあ、いかがでございましょうか。クラブでこのようなことを実際に取り入れているでしょうか。どうだろうかということです。 一方、会員にとりましては役割がございます。自らの事業と職業を立してください。クラブが作ったプログラムにはぜひ参加してください。このようなことをして、職業奉仕を身につけていこうと。こういうことでございます。さあ、1989年に職業宣言が出てまいります。これは皆さんの手元の14ページから始まります。この14ページの下に、ロータリアンの職業宣言がございますが、 ここに書いてあることは、私には以下のごとく行動することが求められている。ロータリアンがいかに行動するかということが、実は職業宣言に書かれているわけであります。ところが、2007年になりますと、地域社会のリーダーの入会が認められましたロータリアン、すなわち職人では、職業人ではなくなったわけであります。従いまして、その方たちにも会うようにということで、 職業宣言が行動規範という名前に変わりましたそして2014年の10月の理事会で行動規範の第5項が削除されました事業や職業における特典を他のロータリアンに求めないこの条項が削除されたのでありますさあ振り返ってみますと物質的な相互不助を指定する文言が過去にずっとございました ロータリーの道徳率の第8項にもございましたし、職業宣言の第8項にもありました。さらにはロータリーの行動規範の第8項にありました。観測された第5項にも、このような相互不条を否定する文言があったのです。ところが、2014年にラビンドラン会長エレクトが就任し、会員特典プログラムの提案がございました。これはですね 物質的、金銭的、相互浮上の世界に戻っていくような内容であったわけです。ラミンドラ氏が提唱したのは、ロータリーの会員であることの価値を高めよう、そのためにロータルグローバルリワード、いわゆる皆さんがお持ちのキャッシュカードがございますが、このカード特典と同じようなものを付加するあそれ以外にもいろいろございますが、このようなことでロータリーの会員の価値を高めようということです。 このこととの整合性を保つために実はこの第五項が削除されたということです。つまり、物質的相互扶助から職業奉仕に上がったロータリーが今再び物質的相互扶助の世界に入っていったということです。さあ、私たちロータリアンはどう考え、どう行動すればいいのでしょうか。 ここで決議23の34より少し考えるにあたっての内容をご説明したいと思いますまず第3条に国際ロータリーの役割についてが書いてありますここでは国際ロータリーは奉仕の理想の理念の育成をするんだ2番目にはクラブの拡大をするそして3番目にはクラブの運営と社会保守活動の標準化をするこの3つが RI の役割であります 一方、クラブには自治権があると書いてあります。地域に根ざした社会保障を選ぶ絶対的な権利が私どもにはあるということです。そして RI から推奨されるテーマ、あるいは要請、このものを受け入れるか受け入れないかは実は皆さん自身に任されているんだと、こういうことです。さあ、2001年には一業種一人は緩和されました。え皆さんのクラブではいかがですか 緩和されたけどこのままやってるクラブもあるしお人が集まるからいいなというふうに緩和されたところもあるかと思います2007年にはクラブリーダーシッププランが提唱されました職業奉仕が奉仕プロジェクトの一部になるということです実際のクラブ運営ではどういう委員会立てをするのが皆さんにとって一番楽なんでしょうかあるいは運営しやすいのでしょうかこれも自由に考えればよかろうとこういうことでございます あるいは会員の資格がどんどんと緩くなってまいりました。さあ、これに対して皆さんはいかがなされてますか。会員の面接の時にそれなりに暗黙の了解で選んでおられるかも分かりません。この2016年の規定審議会では、会員身分に柔軟性を認めると、規約の例外規定というのが出ました。これにつきましては、皆様のお手元の5ページ。 ここのところに2016年の RI の規定審議会の内容が書かれております。えー、本日の講師の小部内さんの翻訳をそのままさせていただきました。さあ、同じくこの2016年の規定審議会で RI の理事会に要請がありました。これは RI とクラブの関係は対等であると、上下関係がないでしょうと。さらには クラブが RI の推奨プログラムを持ってですね、共用されたと理解したり、逆にその推奨プログラムを行うのみで、ことたれりと理解するのはいかがなもんかで。こういうことを理事会に申請して、できれば検討の上、えー、各国のロータリアンに、ロータリークラブに出していただきたいと。こんなようなことがあったわけであります。さあ、私たちロータリークラブは、 どののよううに考えていけばいいけばでしょうか会員身分も素晴らしい方であれば、どんどん入っていただいていい、これからのロータリーはそれが必要だという考えもあれば、いやいや、それでは困ると、職業人ばかりでないと困ると、こういうような意見もあろうかと思いますが、会員の規定につきましては、クラブの快則で定められる、この具体的な内容につきましては、私もわからないところは多々ございますので、 後ほどご説明があろうかというふうに思ったりいたしております。さあ、とにもかくにも、総合物質的相互不調がなくなった、誰も,誰でもロータリーに入っていいよ、こういう一方で、ロータリーの目的には、職業方針の基本原則として、何々を推奨すると、こういうことであります。さらによくご存知のハーバード・テイラーの4つのテスト。 これは倒産しかかった会社を救うために、経営はこのようにしようということで考えられた四つの言葉であります。なかなか素晴らしいということで、ロータリーの事業倫理の指標に実は採択されたんです。さあ、ロータリーは職業人の集まりでしょうか一般の方も含めた集まりでしょうか私たちはどうすればいいのでしょうかそこで、職業方針について少し考えますと、 実は職業奉仕は、霊界活動の中から倫理的な商売をする、商売の極意を学ぶと、これが職業奉仕そのものであります。プレジデントの2011年、東日本大震災後の記事であります。年収1000万以上の方にアンケート調査を保険会社がした結果が載っております。お父さん何のの仕事をしてるの 震災を受けて仕事間のが55%の方が変わったと言います。仕事を通じて実はもっと世の中の役に立ちたい。もう金儲けはもういいんだ。子供に誇れるような仕事をしたい。多くの方がこのように思ったそうです。実に4分の1が転職を考えました。そして何割かの方は実際に転職をしているんです。さあ、働く幸せって一体何でありましょうか。お手元にお配りしましたアンケートです。 これは飲食店のことをお尋ねしております。ここに前にいらっしゃいます矢野のみに回答いただいたのがございますが、約1000件ぐらい私は食べに行っているよと。でももう一度行きたいと思ったお店は80件、8%ですそのうち大切な人を連れて行きたい店は、まあ、30件ぐらいありますねと。こういうような回答でございます。さあ、皆さんはいかがでしょうか。 仕事をしていてお客さんに喜んでもらって当たり前、飲食店は美味しかったと言ってリピーターが来て当たり前ではないですか。だけど実態はそうじゃないということを皆さんご自身が理解されたと思います。さらに本当に大事な店は一体どれだけあるんですか手元の数字をご覧いただければわかると思います。シェルドンが言った職業奉仕は何でしょうかリピーターをいかに確保することが大事かこのように唱えているわけです。さあ 経営している方、まあ、私も含めて非常に反省するんですが、どの程度この努力をしているのでしょうか、このことを実は分かっていただきたいと、まあ、私どもの会社の新卒の研修でこういうことをお聞きするんですが、いかに本気で仕事に向き合っている方が少ないかということを表しているというふうに思います。はは自己切磋琢磨の場であるるとというふうう。ふににに言われております。例会に入き仲間かから何かを学ぼう いいものを見,見よう、こういう気持ちで入る必要があるかも分かりません。s a はいかにして霊界を盛り上げるか、このことを考えるでありましょうし、会長は1年、話をします。会長の挨拶のときは誰も聞いております、全員が聞いておりますので、会長のスピーチがクラブをいかに変えるかを左右する、これも大事でありましょう。ニコにこ幕というのがありますが、これは私は思うに、1週間、自分が感謝したことをしたためて、 見る絶好の機会ではなかろうかとこのように思ったりするわけですさらにロータリアンは職業上のアイデアをたくさん交換しておりましたこういうことを霊界ではやっているでしょうか皆さんはノウハウをお持ちなんですこれだけ商売やってるんですから自分がノウハウと思っていないノウハウをたくさんお持ちですぜひこれをお互いに交換したりして自分たちの向上につなげようとこうされたらいかがかと アイデアの交換が大切かと思います。神戸ロータリーにアシックスとダンロップファスポーツとファミリアの社長がおられます。アシックス,のアシックスにダンロップスポ,ーツスポーツはゴルフシューズを、ファミリアは子供の靴を作ってもらいました。このコラボレーションは非常に難しいと言います。しかし、お三方は根底には実はリスペクトがあるから私たちは成功したんだよと。共に神戸ロータリーのメンバーであります。 ロータリアにとって仕事がうまくいって実は当たり前じゃないでしょうか。社員が喜んで当たり前。会社が良くなって当たり前ではないでしょうか。だって私たちはシェルドンが言ったそのことを学んでるんですから。他のセミナーに行っても小手先のことは教えてくれますが、真髄を学ぶところはそう多くはありません。会社がダメになった時 他はやめてもロータリアンに残ってみんなん勉強しましょうよ。これがロータリアンの本来の姿ではなかろうかなと、このように考えたりいたします。楽しい例会とよく言われますが、楽しいだけではいかがなもんでしょうか。自分のためになることがあって初めて人は集まるのではないでしょうか。私が18歳の時に青少年の活動をしてて、試験前の日曜日に来た小中,中学高校生が言いました。 どうして試験前に来てるのだってここは楽しいしためになるからこれが非常に大事ではなかろうかとそうしますとロータリーはますます素晴らしくなるのではなかろうかというふうに思いますここにいらっしゃる皆様はクラブを引っ張っていく皆様であります皆様がいかに動くかということでロータリーは変わろうかというふうに思っておりますここにいらっしゃる皆様が自分たちのクラブを将来を考える大事な人であろうと思っております 職業奉仕委員会ですから、職業奉仕をメインに据えて、ぜひともクラブの在り方を考えていただきたいと、このように思っております。具体的な行動をぜひ起こしていただきたいと思います。本日は、そうなるためのセミナーで参考にしていただければ幸いと思います。ごごご清聴あありりががととううざざいいまましした。た。 次のプログラムに移る前に、えー、一つ、えー、ご連絡。